サギとカメだったら俺らはカメなんだよ。でも絶対止まんねえ、絶対諦めねえ、進み続けるんだよ。まあ翔歩けるか、俺たちはな歩き続けるんだよ。そしてな追い越すんだよ。そしてな優勝するんだよ。おいって寄せないじゃないか。ラボさんどんなもんすかね。まあ当然だろ。おい、あいつら何した。おい、かすってねえぞ全然。おい、なんだ使えるものは全部使うからな。周りは見えてねえんだよお前らよ。なんだこの野郎、リングの上だけでやってるのはプロレスか。違うだろ、降りても場外だろうと客席だろうとな、そこはな戦いの舞台なんですよ。ちっとは分かってるのかと思ったけど、この間のあれどうでしょう、両方か。あの時と感想一緒だわ。今何一つ成長してねえんだよあいつら。ビデオ見ろっつっただろこの野郎、ちゃんと VHS だ、ちゃんと見なさい。ああ東京ドームとか離婚制裁とかちゃんと見なさい。勉強にならないけど、これから他のチームだったって言うの、これがジュニアっていう戦いを教えてやるよ。運動神経が良くて細くてそんなに反対すればいいと思ってんだよ。どこに今日とすり系の2人、いい風吹かす風にネクスト、耳障りのいいことばっか言ってな勝てねえやつ、それは何つうか分かるか。負けが遠ざきんだ、勝つだてめえら。